皆さんこんにちは、四畳半のオカミでございます。今日ご紹介するのはこちら、日清から発売されたカップヌードルそうめん。斬新です。ここも、カロリー198キロカロリーと、かなり抑えた、女性に嬉しい商品なのかなって感じですね。発売日が7月7日、七夕の日でございます。7月7日っていうのは、調べてみたらどうやらそうめんの日でもあるらしくて、それに合わせたのかね。ね、これで初めて知りました、今回。ありがとうございます。七夕といえば我が家も、ちょっとした、イベントがありまして、うちの奥さんがね、こう動画貼っておきます。朝顔の鉢に、短冊を吊るして願い事が豊作って書いてあった、ね、よかったら見てみてください。では早速作っていきたいと思います。この麺が、少し肩が浸かるぐらいまでお湯を入れるそうです。で、ここから、3分間、はい、で1回30秒経ったあたりで、中の麺をこう少し、絡めるそうです。なんか30秒タイマーで数えるのもいいんですけど、なんかハッピーバースデーの曲を、3フレーズ歌うとちょうど30秒らしいです。1フレーズ10秒って感じですね。じゃあこれちょっと歌ってみて、数えていきたいと思います。ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデー。はい、では30秒経ったので、じゃあ少しかき回していきたいと思います。少しこう麺をほぐす感じですね。はい、ここから、あと2分待ちたいと思います。はい、3分経ちましたので、こちら開けて氷を入れていきたいと思います。まず今どんな状態か、ほとんどお湯がない状態ですね。でここに、氷を、たくさん入れるということですね。これはい、こんなここから、麺の下に氷をこう持っていく感じで冷やしてくださいって、書いてありました。はい、こんな感じでございます。氷がうっすら浮いている状態、すごいな、すごい絵だな。では早速いただいていきたいと思います。まずスープから。おっ、ちゃんと麺つゆっぽい味になってる。あ、冷たいのってね、結構うまいね。結構うまいな。じゃあ、いただきます。そうめんです。すげえ、本当にそうめんだこれ。わあ、これね、これちょっとバカにしてた。うまいこれ。普通に。食べるそうめんとほとんど変わんないっす。で、味付けも何て言うんだろうな、変なカップラーメン独特なスープっていうよりももっとなんかこう軽い、なんだろうな、
そうめん。そうめんです、これ。いや、びっくりした。ちょっとバカにしてた。うわ。これ、うまいな。作るのに、氷が必要っていうところがちょっとネックかもしれないですけど、ね、会社の休憩してか時間とかで食べるときなんかね、氷なんてないですから、まあ、ちょっとそういうときは不便かもしれないですけど、一人暮らしで、まあ、ちょっとね、そうめん食いてえなーなんてときは十分これでいけますよ、これ。普通にうまい。あー、びっくりした。普通にうまかった。はい、よかったら皆さんも食べてみてください。うまいっす。以上、カップヌードルそうめんのご紹介でございました。よかったら食べてみてください。バイバイ。